こんにちは、激花の古谷です。今日はこれ好きな人多いよね、花かんざし。こいつをちょっとお話ししたいと思います。この花かんざしなんですけど、別名をペーパーカスケードだと思っている人が結構多いみたいで、実はペーパーカスケードと花かんざしっていうのは花の形がちょっと違うので全くの別物として扱われています。で、一般的に流通しているのは花かんざしが圧倒的に多いですね。ペーパーカスケードはほとんど流通してないです。花かんざしが多い。で、何がいいかっていうと、この花芽のね、多さ、このつぼみの多さすごいですよね。これ全部咲きますからね。これが咲いた時にめちゃくちゃ可愛いのと、あとはこのお花自体が結構カサカサしてるんですよ。風に揺られてカサカサ言うんですね。で、ドライフラワーにめちゃくちゃ向いてるということで、キャンドル職人の方とか、キャンドルの中にね、ドライフラワー入れたりとか、あとはおしばなとかにも使えますし、まあ、ドライにして飾っておくのもいいかなっていうふうに思います。そんな花かんざしです。で、株の選び方なんですけど、まずですね、この花かんざしなんですが非常に高温多湿に弱いです。寒さにはそこそこ強いんですけど、高温多湿に弱い。高温多湿に弱いってことは雨に当てたくないお花の一つなんです。となると、なぜかっていうと蒸れに弱いんですね。で、この蒸れてるかどうかをですねチェックしてから買うといいです。で、この株元ですね、ここをね、こういうふうに見て綺麗なものを選んでください。ここが抹茶茶になってたりとか、花はもうかなり落ち、葉っぱをね、お手入れとしてこう下葉を落としたりとかするんですけど、あまりにもお手入れされすぎたものはアウト。あと、蒸れた時に独特の匂いがします。匂いを嗅ぐとですね、実は猫のおしっこの匂いみたいなのがするんですよ、蒸れた場合。もうね、猫ション臭いんです、蒸れたやつは。これは大丈夫。蒸れてない花かんざしはすごくいい匂いです。いい匂いがします、葉っぱが。だけど、蒸れてるやつは猫ション臭いです。なので、ホームセンターでね、買うときにこう株元に花を近づけてクンカクンカしてみてください。猫ション臭かったらアウトで、いい匂いがしたら OK みたいな、そんな風に、選んでいただけるといいかなっていう風に思います。で、最初に言っておきますけど、花かんざし肥料は必要ありません。肥料は一切必要ありません。で、この時期から5月ぐらいまでしっかりと咲いてくれますのでいいと思います。で、まあ花の時期をね、伸ばすために肥料を与えるのは全然ありですから、例えばうちでいうとこの、まあ、ガンガン肥料をね、あげるような植物でもないので、まあ気持ち程度にこのプロが使う基本肥料、こいつをパラパラっと株元に撒いていただくぐらいでちょうどいいかなと思います。むしろ蒸れに弱いお花に関して言うと、この大人気、いつも本当うちのお店で買ってくれてる方も多いんですけど、激力剤、これを使っていただくといいですね。水やりの時に常の2リッターに対して10滴ぐらい入れていただいて、水やりするとシャキッと水が上がって花もしっかりと咲きますし、つぼみのまんま終わっちゃうなんていうこともありませんので、ぜひこの激力剤使ってみていただけるといいかなっていうふうに思います。で、寄せ植えの素材として使う方が非常に多いんですが、実はこの花かんざしなんですけども根が弱いんですよ。で、しかも水はけのいい土が大好きときたもんですから、寄せ植えにあんまり向かないんですね。で、どうしても寄せ植えしたい場合には、水はけがいい土が好きな植物と一緒に寄せ植えしてほしい。なんでパンジービオラとは絶対に合いませんので。で、この花かんざしもちょっと重たい土を使っているので、根の張りをチェックしてみましょう。ちょっと抜いてみますね。一応ね、スリット鉢を使っているので根の張りがそこそこいいと思うんですが、そんなに張ってないはずです。ほら、一番下まではこれ植え替えてんな、植え替えて売ってますね。下の方に根っこが
来てますね。でもね、細いんですよ。白い根っこだから一応いい根っこが生えてますが、上までも上がらず、ボロボロと崩れてしまうような感じだと思います。なので、一回こう抜いてみてもらって、様子を見ていただいた上で、これはちょっと植え替えない方がいいなっていうものは植え替えないで置いてほしいなと思います。で、ポットで買ってきた場合には植え替え必要なんですけども、植え替える時には、鹿沼土と腐葉土とか、そういった水はけのいい土のブレンド、あと簡単で、まあ自分でブレンドするのがすごくちょっとめんどくさいとよくわかんないっていう場合には、山野草の土を使ってください。もしくは、まあうちで売ってるギフピー社のこの土。この土ね。ステライルバイオド、これを使っていただくと水はけ非常にいいのでお役に立てるかなというふうに思います。で、この花かんざしなんですが、マイナス2度からマイナス5度ぐらいまでは耐えられるんですよ。耐えられるので、これね、室内に置くとすぐ蒸れるの。もうね、すぐ猫症の匂いがしてきちゃう。だから室内で飾る、なんか寒さに弱そうじゃないですか、これ見た目がね。なんだけど、できれば外の軒下で管理をしてもらいたいです。で、地植えできるのはもう本当に大阪府の中の大阪市の真ん中のあたり、あったかい地域とか、あとは和歌山もまあまああったかいですよね。都内で言ったらば港区とか品川のあたりとか、あと、どうでしょうね、海の近くかな、湘南もまあまあ行けるかなというふうに思います。そのあたりは自由で行けるんじゃないかなというふうに思いますけども、ただし、霜が当たってしまうとアウト。軽い霜は OK でも、強い霜が当たるとアウトな感じなんです。結構わがままなお花なんですよね。で、夏は、蒸れに弱いのでそのまま枯れていくことが多いですから、一年草扱いということなんですけども、ただこの、12月から1月あたりから5月ぐらいまでしっかり咲いてくれるお花の中で、こういったあの可愛いこの白いお花、中心が黄色なんですけど、そういった可愛いお花なかなか少ないんですよね。春やっぱり楽しめるお花の一つなので、春買うとどうしても蒸れちゃうんで、冬場買ってもらった方がこれは絶対いいです。マーガレットなんかは春買った方がいいんですけど、蒸れに弱いこの花かんざしに関して言うと、冬場に、手に入れといた方が絶対にいいですね。で、この鉢のまんま外に出していただいて、軒下とかそういったところで楽しんでいただければなっていうふうに思います。で、この花かんざしなんですけども、一応刺し目をすることができます。こうチョキンと切っていただいて、川砂がなんかにこう刺していただく、それをすることによってで、まあ刺し目の時期は3月ぐらいかな、3月から5月ぐらいに刺し目で増やすことができます。で、うまく夏越しができれば、秋を越してまた、春、結構長いですけどね、その時期に増やして家で楽しむことができるということです。ちょっとまとめますと、まず高温体質に弱いので株を選ぶときには株元の匂いを嗅いで猫症臭くないかどうかをチェックするのがいいって。それから、2番目に、肥料は基本的には必要ありません。必要ないんですが、花、花期を伸ばしたい。例えば、5月までしっかり咲いてほしいというのであれば、プロが使う基本肥料をパラパラと1回だけ与えてください。で、3つ目が、植え替える場合、どうしても植え替える場合、ポットなんかで買ってきた場合には、山野草の土、もしくは、うちで扱っているジッフィー社の、ステライル培養土、ね、このあたりが非常にいいです。ブレンドされるんであれば、鹿沼土、と腐葉土のブレンドがベストかなというふうに思います。水はけ良い、土で、育ててください。で、寄せ植えには向きませんということですね。単鉢で育てていただくのがベスト。で、4つ目が、部屋で絶対に管理しないこと。寒さに弱いからといって部屋に入れたくなります。部屋に入れるとあっという間に蒸れますし、土も乾かないので根腐れもしてきてしまいます。すぐにダメになって、なんかね、葉っぱがちょいちょいになっちゃったり、しなしなになっちゃったりするんですね。なので部屋では管理しないこと。そして最後のコツが、激緑剤を使っていただいた方が圧倒的に根の張りが弱いものに関しては根の張りが強くなりますので、ぜひ激緑剤を使っていただければと
思います。で、ここまでのお話の中でご質問がある方、ぜひ LINE の概要欄に貼ってあるリンクがありますので、そこからお友達登録していただいて、僕の方に直接 LINE でご連絡してください。手が空いた時にお答えしますので、ぜひ遠慮なく連絡ください。バレンタインのチョコもお待ちしております。まだちょっと時間ありますけど、はい。ということで、この花かんざし、なかなかいいお花です。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。チャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。喜びます。コメント欄にチャンネル登録したよの一言のコメントを残していただけると、猫のように懐きますので、ぜひ飛んで、行きまして返信を入れますので、ぜひ入れていただければと思います。ではこの花かんざし、ぜひ楽しんで育てちゃってください。